はい、マッソゲームズでーす。はい、今回はですね、ゼルダの伝説パート19やっていきたいと思います。まだパート1から18見たことがないよっていう方は動画概要欄の再生リストからチェックしてみてください。はい、ということでね、やっていきたいと思うんですが、僕は今とっても景色のね、眺めのいいところに来ております。めっちゃ綺麗だよね。なんかゼルダの伝説って感じしますけど、はい、前回ですね、僕はまあ後ろに見えるんですけど、こちらメインチャレンジの4体の神獣を解放せよっていうのの神獣バルーダニアを解放していきました。それがこれですね、バルーダニア。はい、解放していったんですが、今回はですね、何をやっていこうかと言いますと、まあね、皆さん考えても見てください。僕ね、もう神獣2体も解放したと言ってもですよ、地図を見ればまだまだ、ほら、まだね、僕が解放してない地図って実は山ほどあるんですよね。まだ半分も僕実はこのね、地図を解放してないんで、今回はまだ行ったことのない土地を探検してみたいと思います。で、どこにいるのかと言いますと、ここですね。はい、地図で言うと右上の方、なんかね、ゾーラ族、ライネルと戦ったところの付近にいます。で、こっから、なんとあそこにですね、塔が見えるんですよ。もうすでに。なんで、今回は、このね、塔を攻略、するべく、頑張っていきたいと思います。さらにこっからさ、結構祠も見えるんだよね。まだまだ、クリアしたい放題っていう感じなところなんですが、はい、では飛んでいっちゃいましょう。レッツゴー。正直言うとね、ちょっと時間なくてすぐ引き返しちゃったんですけど、ここ少しだけ来てみました。この塔来てみたんですが、めっちゃむずいっす。めっちゃむずいっていうか、まあもうすでに見えますか。ほら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 、もう見えるよね、あそこにね。ガーディアンが、飛んでるガーディアンがね、見張ってるわけですよ、この辺りを。これはやばいな、と。うん。いう感じですね。で、ここの景色、こういうさ、景色見てさ、思ったんですけど、うつしえの記憶っていう、なんかゼルダの、リンクの100年前の記憶を取り戻すっていうチャレンジもあるんですけど、これ結構似てるんじゃないかな、と、ここ。うん。なんとなく思ってます。あったらいいな、記憶的な。ぐらいな気持ちですけど、はい、それもあったら最高なんですけどね。では、行きましょう。あいつに見つかったら、マジでやばい。うん。から、もう、サクサクっと登ってと、くる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 。やめろやめろ。バレないようにね。はい、サクサクっと登っていきたいんですけど、一応ね、順路があるんですけど、その順路にもね、まだ他にもたくさん、来んなよ、来んなよ、来んなよ、やばい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 、逃げろ逃げろ逃げろ、あっかり取りで後っていうことなんですね。危ない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 、行ったよな、行ったよな、行ったから、ちょっと登っていきましょう。順路が分かんない。うん、まあ登ってっちゃう、岩をね、こう登っていくっていうのもありなんですけど、どうせだったらね、何があるか分かんないから、ちゃんと道から行きたいなと思ってるわけなんですけど、びっくりした。怖いなぁ。さらさら言うと。あ、こっちは、あ、敵がいる。敵がいるよ、あそこに。なんか、戦う練習してんのかな。ほらほらほら。ここ。あ、あそこで人と戦っている。あーあーあああああ、どうしよう、助けてあげ、たい。助けてあげよう。レッツゴー。また戻ってくるの大変だけど。あっかれ取りで連絡橋だって。やっつけてやる、この野郎。バイバーイ。いい感じっしょ。くそ、こんなところで守るか。どうにか。なんだ、すまない、はっきり言って今の魔物はやばかった。私も剣には自信があったのだが、これは霊だ、取っておいてくれ。ありがとう、頑張れ初水リンゴ。私はこの砦を目指してここまで来た。
んだ。せっかくここまで来たというのに。うん、あれはアッカレ砦といって、大昔ハイラル王国がまだ健在だった頃、このアッカレ地方を守るために建設されたもので、難攻不落の砦と言われていた。それがあの大厄災でハイラル城が焼かれ、王と姫君を亡くしたハイラル軍はなすすべをなくし、ここを拠点にして最後の抵抗をしたそうだ。だが暴走したガーディアンの猛攻を止めるわけもなく、結局は陥落した。いわばここはハイラル王国が滅んだ最後の地だ。マジか。私の先祖もここで死んだと聞いてな、一度は弔いをしたいと足を運んだのだが、ガーディアンがまだ動いて いるとなるとここまでのようだな。ガーディアンに立ち向かって生き残った人間はいないそうだ。お前はそんな無謀な奴には見えないが、もしとリレーに向かうなら十分注意するんだぞ。ありがとうよ。やっぱむずそうだよね。すごい、ガーディアンがここら辺いっぱいですよ。行くぜ。祠もあるんですけど、まずは祠よりもこのね、塔を優先したいと思います、今回はね。いや、楽しいわ、こういう、なんていうのかな。冒険？どこに行ってもさ、このゼルダの伝説って冒険待ってるんですよ。うまくつながるからさ、すごいよくできたゲームだなって、やればやるほど思いますよ。よし。ちょっと曇ってきたね。はい、ここで一旦暇を潰しまーす。朝までね、潰せば多分ね、晴れになるはず。あ、晴れになりました。朝でーす。では、このアッカレ砦をクリアしていきましょう。ちょっと一番下までね、降りちゃったからあれだけど。ちゃんと順路で行きたいな。むずいな。どうやって行くよ。あ、錆びた両手剣。あぶねえ。あぶねえ。危ないよ。速攻気づかれちゃいそうだね。登るか、もう普通に。よし、結構登ったぞ。結構疲れちゃったけど、この中って入れないのかな。中は入れなそうだね。登る登る。あ、さっきのところまでこれで戻ってこれたかな。お、剣、兵士の両手剣。まあちょっと今はいいかな。祠があるのはわかるんだけど、まずはここ登っていくよ。よし。あ、しょうがない。よし、飛んで。まあ、難攻不落の砦って言われてただけあるよね。あ、あった。やべ。やべ。やばい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 。危な。やばいやばいやばい。危ない危ない。危ねえ。危ない危ない危ない。こいつこいつ。壊せねえかな。あ、なんかある。氷の木の矢だね。これでぶち壊そう。おい。やべ、やべ。おお、強え。これ来いや。ほら。えい。なんだかんだ、この、これが一番強いんじゃないか説。よし。ダメだ、倒すのでも、大変だね。うん、厳しいわ。全然食らわないもん、前のところのやつと違って。よし、進め。なあ、バレた。やばい。やばい、危ねえ。ギリギリセーフー。マジで危なかった。あいつの攻撃食らうとやばいんすよ。倒してー。ムカつくんだよなー、このガーディアン。登るか。登ろう。うん。ダルケルの守り、いつでも使えるぜ。ありがとうよ、ダルケル。ダルケルの守り、実は使い切っちゃってました。
よし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 。はい、登る作戦でーす。まあ、これ一番さ、手っ取り早いよね。おっしゃ。あぶね。あ、あった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 。やめて、やめて。よし。あぶない、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 あぶない。登るのも見張られてるっていうね、なかなか難しい状況ですけど、よっしゃー、これほぼ登り切ったんじゃないですか。ちょっとずるいかもしれないですけど、そしてうーわー、やばい、ここ毒々しい、めっちゃ毒。ここはまた目ん玉を倒さなきゃいけないのかな。へえ、これああんなところに、あ、メンタマいた、えい、メンタマを倒せば、あれ倒せてない、よし、メンタマを倒せば多分、うん、だいぶ消えるはずなんだけど、どうだろう、シュルルルルルっと全然消えない、全然消えませんね。よし、ここを渡ってけってことかな。あっかれの塔だって、やっぱいいんだ。よし、あぶねえ、おれー、あぶねえ、おれー、バイビー。毒々しいですね、また非常に。よし、登っていくぞ。あ、敵があっちにもいるけど、ふえー、ここどうやって登っていくよ、やばいやばい。あ、こっからじゃ登れないから、回るか、こっちから。よし、あ、こっから登れそうだ。ただやっぱりこっちにもあるから登れなくて、危な、氷の矢、どっから登るんだろうな。よし、進むぞ、迷路みたい。オッケーオッケー、倒して、こっちにもいるけど、ちょっと高いところ登ってみよう。よし、あそこから登れたっけ。これでさ、ここ以外って登れたっけ。ここって登れんのかな。やっぱ登れないんですよね。ダメだ、一回左に引き返して、あそこから行ってみるか。ここから行ってみますか、ギリギリのところ攻めて。あ、行けた行けた行けた、やった、まさかこんなギリギリのところから行けると思わなかった、結構悩んだのに。やったぞ、よっしゃー、これだー、てっぺんまで、ちょっと寒そうだけど、これだぞーい。はい、ということで、難しかったな。おりゃー、どんな地図なんだろう。お、やった、ワープ地点としてね、入力されましたね。周辺情報の入手を開始します。どんな地形なんだろうな、楽しみだな。お、おお、あ、なんか迷路があるぞ。へえ。
とよく見てみよう。すごいすごい。ちょっと寒い、寒くて食らっちゃうから、あったかい服着ましょうか。あったかい服、あったかい服。これじゃダメ？はい、これで OK だね。はい、ちょっとよく見てみましょう。今僕がいるのは、このアッカレ、トリデアートで、カナーレット高原、ヒガレ、マビューバーバーバー、いろいろありますね。オクタの森っていうところもありますね。ドクロの池、南アッカレ平原。そしてこれ完全に迷路ですね。ただ上から見たら迷路分かっちゃう感じがするけどね、行き方ね。はい、かなりいろいろあるんで、ちょっとね、じゃあこの近くの、ところ少し行ってみますか。まずまだ行ってない、でもここ違うのかな、その写し絵の記憶ないかなって思ったんですけど、なんかなさそうっすね。なんかあそこなんかありそうだから行ってみよう。まずじゃあ、あの祠クリアしましょう。うん、ワープできやすいように。よーし、行くぞい。よーし、ということで祠つきました。あ、あれ、これお供え物しろってことか。うん、多分ね、これコログです。あの、リンゴをお供えすると、よし、はい、コログが生まれてくるっていうね。いい感じ、いい感じ。コログの実、ありがとう。で、祠とかも、ま、めっちゃ見えますし、サクッと、じゃあここクリアしちゃいましょう。はい、お、力の試練だここ。またこれは簡単だ。しかもジョイってめっちゃ簡単なやつだよね。これはもう力の試練っていうか、もうワンパンマンじゃないですか、完全にね。武器もそうだし。出て出て出て、あぶれ。またまたまた壊れそうか。よし、まあ前よりは強いけどっていう感じですかね。あ、いて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 、ちょっとまあやられちゃいましたね。よし、まだだ、早く倒しちゃいたいんだよな。よし、オッケー。はい、ということで、まあね、簡単に、簡単にっていうか、まあ結構ね、食らいましたけど倒せました。簡単だな、この祠は。よし、宝箱の中身は？あ、巨大なコア、古代な巨大なコア、やった。そしてここで克服の証をゲット。はい、ということでね、無事クリアできました。そんな難しくなかったんで、まあクリアしやすいっちゃしやすいっすね。で、今度あそこ気になりません？ちょっと謎めいてるところがあるんで行きたいと思います。なんだろう、なんか人住んでそうじゃない？え？まさかの？アッカレ地方にて？人と出会う！やった！あ、やったよ！人だよ、人。どうせだったらちゃんと、一から村？はい、入り口からちゃんと入ってきます。おー。こんにちは。なんかこんな人見たことあるぞ。いや、また会ったな。あ、えのきださんじゃないっすか、桜田工務店の。俺もだ、何してるの？事例によりここで一から村を作ることにした。あ、そういうこと、一から村って。あー、どうしたの？会社の在庫で家一軒建てられたものの、村を作るには何もかも足りない。例えば人、物、金、手伝うよ。やめておけ、得することは何もない。いいから助かる。じゃあ早速だが、人を呼ぶにも住む家が必要だ。なので薪の束を10本持ってきてくれないか。それだけあれば会社の在庫と合わせて新しい家を建てられるはずだ。 OK、 任せとけ。一から村だって。なんかさ、いいね。俺こういう要素結構好き。あの、まあこれどうせ買ってもすぐさ、生えてくから
薪をゲット。あ、でも武器がもったいないからこれ狩るの。なんかこの家のやつを使うのはもったいない、申し訳ないんだけど、まあどうせ入るから。はい、よし、オッケー。薪の束、薪の束、はい。いや、いいね。あのね、ドラゴンクエストの、あの、なんだったかな、セブンだったかな。で、こう、なんか、街をどんどん広げていって、っていう、そういうのがあったんですよ。で、そういうね、街広げて、自分ができるようなこと増えてっていうのね、結構好きなんですよね。なんか、マインクラフトともまたちょっと違うんですけど、なんか人がどんどんこう、増えていく感じ。で、街が栄えていく感じっていうのがね、すごい好き。多分これで薪の束10個いったんじゃないかな。よし、はい、持ってきたよ。いいよ、助かる。さて次なんだが、ここから岩をどかして土地を作りたい。なのでここの岩を壊せるような腕っぷしの強いやつを探してくれないか。腕っぷし、腕っぷしが強いといえばゴロン族が真っ先に上がるが、そんなに都合よくいるもんだろうか。おっと、それから桜戸工務店の社前にのっとり、名前の最後はだで終わらないとダメだ。世界のどこかにそんなやつがいたら、この市から村に来るように言ってくれ。俺ね、これ知ってるかもしんないな。いたな、途中で。この南採掘場にいた気がする。ちょっと南採掘場行ってみましょうか。はい、ということでね、南採掘場まで来ました。この人違かったっけ？この腕っぷしの強さを生かして人様に貢献できる仕事がどっかにないかなって言ってたんで、ほら、あるよ。え？あるごろ？場所はどこ？詳しく教えてよ。市から村。聞いたことないごろ、詳しく教えるごろ。ふんふん、へえ、あっかれ地方ね。そこに僕を必要としている人がいるごろね。あっかれ地方ならここから近いごろ。よし、善は急ぎごろ。やったー、お教えてくれてありがとう。早速、ププンダと一緒に行くごろ。ププンダ？そうと決まれば。ププンダ、行くごろ。おお、ころ？あ、出た、このちょっと卒業式っぽい音楽。あー、こうやって人集めていくんだね。果たしてこれでどうなるかですね。まずここに飛ぼう。いや、これは嬉しいな、楽しい。よし、よし、ほっ。いやあ、ゴロン族を連れてきてくれたんだな、ありがとう。さすがゴロン族だ、確かな腕っぷし。すごい勢いで岩を撤去してくれている。名前もグレーダとププンダで申し分ない。岩を壊したら出た鉱石をププンダが売り始めた。また挨拶するといいだろう。さて次なんだが、もっと人を呼ぶためには住む家が必要だ。なので薪の束を20本持ってきてくれないか。それだけあれば会社の在庫と合わせてまた新しい家ができるはずだ。しょうがないな、またちょっと木集めてきます。で、ここら辺さ、木取りやすいね、エリアだから簡単に集めれる気がしますね。お、おお、すごい鉱石だ。いらっしゃいごろーって、たけーたけー、720ってどんだけ高いんだっていう。よし、あそこで木刈りまくってきましょう。よっ、よっ、よっ、はい、ということで木集めてきました。持ってきたよー、薪の束いいよー。さて次なんだが、一日中作業していたらすぐに作業着が傷んでしまっていいな。なので裁縫が上手なやつ、お裁縫、裁縫図が上手といえばゲルド族を渡ればいるかもしれない。ゲルド族、ちょっとゲルド族っていうのはまだ会ったことがないからちょっとダメですね。はい、無理だから、ちょっとね、この桜田ね、市から村はここで一旦終わりにしましょう。
そして家とかどんな感じなんだろうな。あ、すごいすごい、まあなんか普通の家ですね。まあいい感じいい感じ。ではではでは、あと少しだけちょっと冒険しましょうか。もう一回このね、塔まで飛んで、そっからね、さらに飛んで探していこう。はい、ではね、この塔の近く、一番最初にね、スルーしたところ、あの祠行ってみましょうかって思ったんですけど、そしたらまた、なんか見つけた。あれ、馬の宿か？やった、またカスケードと旅一緒にできるよ、これ。やったー！みなっかれ馬の宿。よう見ねえ顔だな、旅人です。うん、そうかい。しかしこんな人出された、離れたところに一人旅とはおめえさんできるな。できます、自分で言うか普通。まあいいけどよ、俺も少しだけ剣をたしなんでたんだけど、ちょっと行き詰まってな。まあ今使ってる剣が生クラなだけなんだけどよ。だから噂の伝説の剣をゲットできれば勝つのが見えんじゃねえかって。伝説の剣に、まあ森の馬に移動すっかなって。まあ、森の馬宿どっかにあるのかな。どこの話を言ってんだろうな。まあ、はいはい。ということで、まあ、宿見つけましたね。まあ、宿自体はね、割と、どの宿も結構普通なんだよね。アイリア人はいいわね。魔物屋、地図があるなら見てみたらいい。どころに見える池がある。夜にその池に行けば魔物屋と呼ばれる何者かに会えるらしい。だって、へえ、ここか。夜にここに行くといいんだって。へえ、よし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 。あっかれこと力の泉ホームではですね、今日ね、ちょっと短めですけど、最後にね、祠をクリアして今日は終わりたいと思います。ちょっとね、まあ私事ではあるんですが、なんかね、春休みじゃないですか今世間は。だからいとこのね、子供たちが遊びに来たいって言ってて、ちょっとね、よし、じゃあ最後これクリアするぞ。っていうか HP とかもうめっちゃ増えてるよね、ぶっちゃけ。なにこれ、ジズカフィの祠。いくぞ。すごいよね。ただストーリーに進んでいくだけじゃなくて、自分で進んだ方向にストーリーがあって、またそこで旅ができるっていう、すごい楽しいです。はい。ジズカフィのからくり。これ懐かしいね。これさ、ひっくり返してもダメなんだね。よし。ああ、そういうことか。うまくパズルみたいに動かせよっていうことね。よし、オッケー。これ、連動してるんですよね。ジャイロと。で、ここは？あ、そういうことか。回ってる間に行けよっていうことか。で、次は氷にはしかないんで、仕方ないんですが、はい、矢を打って、突破。で、これ取りたいっすね。えい。おお、なんだなんだなんだ、もう一丁ここで、あ、やばい、あー、ミスっちゃった。ってことはここはあれだね、逆にちょうど出てきた時にもう乗ってなきゃいけないってことか。こっち側からもう一丁行きましょう。えい、やべ、王家の弓もったいな。おー、いけた。で、これで宝箱をゲット。よし、届いた。何が入ってるかな。あ、これゾーラ族の装備だ。久々に見たな。なんででもゾーラ族の装備がここでゲットできるんだろう。ぬぬぬ。そしてまた、こう、ジャイロを使ったところですね。あ、これ難しい。3個同時に入れなきゃいけないんだ。まず、2つでしょ。2つやって、
むず。あー失敗した。これ難しいな。やったー、いけたー。むずかった。これでクリアかな。いったー、よし。いや、意外と難しかった、うん、謎解きっていうよりこう技術的に難しかったね。こういうところもあるんですね、祠の中にはね。はい、でね、今回はこちらで終わりたいと思います。まあストーリー的にはね、あんまり進んでないかもしれませんが、祠クリアしたりチャレンジクリアしたりとね、楽しい時間でした。はい、でこう次回はですね、ここ気にならない？マミューズ半島、さらにマーリン海、チクルン島、アクルン島、ナクルン島、ディビ島、ウィラ渓谷。あ、まあ、ここら辺は行ったことあるかな。行ったこと、あ、ないか。ここら辺もね、ナッカレの滝、アッカレ、ミナッカレの滝とかね。なんかまだまだここら辺だけでも冒険できる。なんだろう、ここ。とか気になるところがね、たくさんあるんで、ちょっとね、心中解放っていうよりは、まずはこちらをね、少し探検していきたいと思います。いやー、奥深いゲームですね。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。次回も楽しみにしていてください。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。